バンピングビデオシリーズ。クイズアメーバ伊沢。イエーイ。ベーシストの人。ピパピパピパー。正解よ。風船でございます。線ずり。パイずり。ギターをチェーンソーでブーンってやる。恐ろしいクイズ。やる気になってる自分が怖いよ。浅草キッド。ピパピパピパ。やったいやでも全然ボケでもう2桁なんて言われても何個あって99まであんだよ。何個あって持ってんだよ。20番ピパピパやったー。これ190点も取ってんの。190点でジョージさんが20点、ハルオさんが30点、マスクド59さんが60点。あら結構ぶっちぎりですね。じゃあもうこれもうこれもう奮発しちゃいますね。次からデデ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 デ。青年期40。ダブルアメーバちゃん。一気に追い抜けるよ。これ予想外に俺が点取り始めちゃったからさ。これ俺を蹴落とそうとしてる。青年期40だから120点もできます。アメーバ伊沢が19歳の時に初めて作った曲のタイトルは何だったでしょうか。知らねえよそんなの。これサタンさんにね昔言ったような気がするんだよね。嘘、笑ってた俺。そう、すんごい笑ってた。バカにしてた。バカにしてた。あ、なんか聞いた覚えあるな。わ、分かった。ナイトスクリーマーだ。ピンパピンパ。あー、ちょっと。あー、言っちゃったから。じゃあもう優勝じゃん。みんなと300点ぐらいしかなんだけど。330点、30点。マスクドさんが60点、ね、ジョージさん20点ですね。成人期40。成人期40。はい、成人期40。アウェイウィンチャンス。アウェイウィンチャンス。アウェイウィンチャンス。おトリプルアメバちゃん。はい、4倍。160点。アメバ伊沢が最初にアルバイトをしたコンビニは何というコンビニだったでしょうか。あ、なるほど。これは結構当たっちゃうかもしれないね。ローソン。ローソン。やりました。セイコーマート。セイコーマート。ああ。かなり絞られてきました。さあマスクドさん。ファミリーマート。ファミリーマート。ああ、違う。違うんだな。デイリーストア。デイリーストア。ああ。ヒントはですね、セブンイレブン。あ、まだヒント。あ、いい、セブンイレブン。ヒント、ヒント言って。ヒント言って。今現在ないです。え、なくなっちゃいました、そのコンビニの。あ、そういうことね。分かった。分かった。あ、どっちかだな。そのコンビニの名前はもう使われてない。セーブオン。あ、セーブオンってもうないの。見ないよね、最近。あ、なくなっちゃったの。はい、じゃあベーダー今日。はいはい、AMPM。 AMPM。 あー、 あー、当てに行きます。サンクス。サンクス。おー、限られる、これはチャンスです。ジョージさん限られる。サークル K。 サークル K。 ヒントか。ヒントヒントヒントは多分け、あの茨城県とか地域にしかない、全国にはなかった、ね、分かったぞ。やつですね。ホットスパー。ホットスパー。ピンパピンパピン。もう勝てない。俺490点のジョイさん20点。ベーダー教30点。で、59が60点。全然じゃねえか。俺と400点以上皆さん差がある。もう無理だ。トリプルで早押しにしたらどうですか。ああ、なるほど。ああ、いいね。間違ったらどうなります。間違ったら引けばいい。あ、引く。あ、一回間違いごとに。何点引かれるの。それ俺答えねえ方が勝てんじゃん。そうだね。間違ったら答えられ、もう以降答えられないですよ、その問題は。ああ、なるほどなるほど。一人一回限り。じゃあ最後の3問じゃんこれ。うん。で、何点ずつ入んのこれ。全部トリプル150点ずつ。200200200。200 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 200
じゃあ逃げ越しできるかなっていうところだね、これ。そうだね。だ刺されるまで答えちゃダメだよ。
あ、なるほどなるほど。お前行っちゃいそうだから。早押しですね。はいっつって刺してもらえるまでね。じゃあ幼少期の50。幼少期の50。アウェイウェイチャンス。アウェイウェイチャンス。アウェイウェイチャンス。これ200点問題。デン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 。幼少期の50。アメーバイザワが5歳の時に母親を喜ばせようと良かれと思ってしたことがあります。それは何だったでしょうか。結果的に母親は喜んでくれませんでした。でもこれ1回しか答えられないからさ、難しいんだよこれ。1回しか答えられないからすごい慎重に、うん、ヒントを出さない。多分やっぱヒントもらうとじゃあ得点が下がってきたらいいんじゃない。あで今の状態で答えて正解した人は200点。もう200点どころじゃん、400点あげてもいいよ今の状態で。そうだ、ね、400点いないかな。慎重ですね。400点いってみろよ。一撃必殺で400点ってんだろ。これ答えたら次ダメなの。例えば400点の回答権がなくなって、200点の時はいけると。逆にさ、もう余裕なんだから答えたらいいじゃん。なんでしょう、守りに入ってる。引かれんでしょ、ここからだって。引かれない。あ、引かれないよ。引かれないって言ったらいいじゃねえかよ、なんでも、うん。間違ったらもう答えられない。あ、他の人が400点取るのを指加えて見てるってことだね。じゃあ俺余裕じゃん、聞かれねえんだったら。さんが間違えることによって、はい、俺らはヒントを得るわけ。そうそう。ああ、そっかそっかそっか、ね、ヒントを出します、間違ったら。あ、間違いごとにヒントをもらえるんだ。あ、じゃあ俺より先に誰か答えてくれた方が。そうそう。でも絶対答えねえじゃん、みんな。どんだけちっちゃいんだ。絶対俺が答えるまでみんな言わねえじゃねえかよ。まあ、だってこんだけさんだから答えて余裕なんだから。でもみんなが俺が言わないとみんなも答えないでしょ。でも誰も答えないことによってこの問題はなくなってしまうわけですよ。もうノー回答者ということでね。そうすると皆さんが俺に勝てるチャンスはもうどんどん少なくなってくるわけです、うん、そうか。だからもう頑張って答えたのがいいわけですよ。なんかそそのかし、はい、あお大根のかつらむき。大根のかつら渋い。あ、それはでも喜んでもらえそうだ、ね。はい、でもヒントプリーズ、ヒントプリーズ。ヒント、ヒント、はい、食べ物に関係、大根のかつらむき。食べ物あながち間違いではなかった。食べ物に関係することを、うん、考えた結果した行為です。え、それ出来合いのものですかね。自分で考えたものですか。いや、考えたものじゃない。もう世にあるものを、あ、これ喜ぶだろうなと思って、お母さん喜ぶだろうなと思って拾って持ってったの。はい、お、佐藤さん、はい、はいはい、タンポポを摘んで、うん、持って帰った。いや、野草、草で食べてもらおうと。そう、食べてもらおう。草関係。あー、残念。ヒントは、普通は喜びますよ、誰でも。もう好き嫌いとかじゃなくて、これ持ってきたんだけどつって、お母さんにあげたら、大体のお母さんは怒るか、笑うか、呆れるか。はいはい、伸びる。え、何の伸びる。伸びる、伸びるって何それ。ラッキョみたいな、なんかそういう植物があるの。まあ、草です。もう分かってねえんだ、ここブーでしょ。知らねえんだもん。だって川で拾いました。あ、はい、おたまじゃみしを拾ってきた。おー、あぶねー。惜しい。あぶねー。なんだろう。はい、じゃあ300。川で拾ったんだよね。誰も喜ばない5歳のアメーバ少年が良かれと思ってしたもの、まあ何を拾ってきたかということだよね。はい、はい、おはつさん。魚の死体。魚の死体。ピンパピンパピンパ。マジ？やべえ。浮かんでて、あ、これで今夜魚料理食べれるっつって喜んでもらえると思って。マジでやべえ子供だったんだ。ジョイさん何点だったの？ジョイさん400通ったから。え、ジョイさん400じゃないし、200しよ。あ、そっか。300。あ、そうか、300。320。320。あら、420。今、ビデは30。ビデ。ソタンが410、30点。マスクド59が60点。そう、320点。おぉ。あと2問で俺守り抜かないといけない。じゃあ今のルール400から。青年期の50。え、でもジョイさん400取ったらもう、まあいいか。俺も取ればいいんだもん。青年期の50。アメーバイザーは中学2年生の時に宿泊学習で群馬県の山に登ることになりました。で、頂上に着いた時は、真ん中ぐらいの順位だったのですが、下山の時のスピードがとんでもなく速かったため、麓に着いた時はトップでした。さて、スピードが速かった理由は何でしょうか。400点。ノーヒント、400点。え、それは、うん、アメーバイザーの
肉体に何かをプラスアルファしたことによって早くなったのか、アメーバ伊沢の心持ち次第で早くなったのか、心持ち次第ですね。分かった、はい、トイレに行きたかった。ピンポピンポピンポ、嘘、やばい、ダメだ、独走に入ってきます。もうサタン優勝じゃん。あ、じゃあ最後の問題もう1000点あげるよじゃん。今まで何だったんだ。やっぱ400点でいいんじゃない。400点だと、まあもう俺誰も俺には勝てないけど、それでいいんじゃない。これハローさんが今度勝てるかもしれないじゃん。これビリじゃなくなるかもしれない。あ、じゃあ 1000点ちょうだいよ。いや1000点だったら俺勝てなくなっちゃうじゃん。だって俺の努力どうなっちゃう。ビリ今までの、ビリにはなる。いや、俺商品欲しいんです。なるほどね。だからそれ最後だけ最後で1000点っていうのはちょっとクイズ番組でよくあるけど、それはでもまあアメちゃんが決める。そう、アメちゃんが決める。じゃあ1000点、うん、最後1000点も誰でも優勝の可能性があります。もうこの問題1問だけやればよかったんじゃないのかな。はい、じゃあ成人期1000点の問題いきます。絶対当てる。アメーバ伊沢の親戚のマナブおじちゃんのチャームポイントは何でしょう。はい、はい、これさ、うん、これ何1000点がみんな、うん、ま、間違えたら500点、500点なんでしょ。いや900点だね。900点おかしいだろ、もうちょっと減らせよ。もうちょっと減らせよ。いい、ね、そうしていかないと。え、全然いい。なんで、ちょっと待ってよ。せめて800点にしよう。800点まず一回答えさせようよ。はい、じゃあマスクドさんどうぞ。ハゲ、ハゲ、あ、え、マナブお、あ、はい、はい、はい、ほくろ、ほくろ、あー、違う、答えられちゃうよ、サタンさん。え、マナブおじちゃんっていうのは、それは、それご両親の兄貴なのか、弟なのか、お父さんの、うん、お兄さんです。はい、あ、お父さんの兄さん。はい、ジョージさん。筋肉。筋肉。あー。親父のお兄ちゃんで、うん、ちなみにどこに住んでるんですか。いや、ヒントは、ヒントは言ってる。親父のお兄ちゃん、それ外見的ななんかチャンプインとかだけ教えてくれよ。次の900点の時教えてくれよ。マナブおじいちゃんのチャームポイントは明るいところ。ヒントないと急に。900点です。ヒントはそうだな、長野県在住。ヒントになるな。チャームポイント関係ねえじゃないか。外見に関すること、うん、外見のチャームポイントで見て、お、はい、どうさん、はい、角刈り、角刈り、それはお前だ。え、この900点台を死守すれば俺800点台になれば割といい感じだよね。上位さん以外には負けない。上位さんが正解しちゃったら負けちゃうけど、う、ね、他の2人が、ま、じゃあここを死守すればいいんだ。そうだ、死守っていうのはできない。チャームポイント、チャームポイントで長野県在住。はい、お、来た。赤、顔が赤い。あれ、ピンパピンパピンパ、うそ。ほっぺたが赤い。やったぜ。すごい嬉しい。大逆転、大逆転、うそ。でも総帥には勝てないよ。いや、勝ってるよ、勝ってるよ。だって900点も、900点もねえだろ。あれ、総帥今なんて890点。あ、優勝はすごい嬉しい。おめでとうございます。ありがとう、僕のことを知ってくれて。まあ優勝、ジョイさん罰ゲームじゃなくてよかったよね。誕生日に罰ゲーム受けてるって。そう、今日よくわかんない。今日ジョイさん誕生日。マスクドさん、そう、マスクドさん罰ゲーム。60点罰ゲームですね。まあ60点。いや、でも嬉しいかい、うん、嬉しいかい、すっごい嬉しい。最後の最後の顔が赤い、マナブおじちゃんの顔が赤いことで、もういっぱいいっぱい正解したのにな。残念だったな。一番アメーバを知っていたのはインベーダー野村だったと。やったぜ、まあ、アメーバを知っていたというかマナブおじちゃんを知っていたっていうな。そうですね、どうもありがとうございました。ありがとうございます。景品はこちらです。え、何、チョコバットの、 あのお菓子買ったら当たった図書カード500円分、あ、ちょっと本当に羨ましいじゃん。それ、ついてた、図書カードもらえんの。図書カード結構綺麗でしょ。あ、すごい、ちょっと本当にちょっと羨ましいじゃん。ベータさん、おめでとうございました。ありがとうございます。はい、それでは罰ゲーム60点、マスクド59さんに罰ゲームやってもらいましょう。
罰ゲームはですね、全力で何かのモノマネをしてください。有名人でも何でもいいです。まず何をやるかをおっしゃってから。ゴリラの真似をします。なわけねえじゃん。なわけねえじゃん。帰れ。座れ。ありがとうございました。これにてスーパーダンピングクイズグランプリ終わりだよ。次回が他のメンバーのクイズがあるかもよ。それじゃあまた。